特別支援学校に通ってる妹がきっかけです。学校に通い始めてからもうたくさん話せるようにもなったし、たくさん字も書けるようになったり、その間近で妹の凄まじい成長を見ることができて、その成長できたのは特別支援学校で妹と関わってる先生たちも大きいんじゃないかなって思って、そこから興味が出始めて、妹の特別支援学校に行った時に先生たちの明るい様子だったり、児童だけ生徒たちの関わり方を見て、私はこの職業を目指したいなって思ったのがコースを選んだきっかけです。昔から作るのが、まあ、正直得意な方じゃなくて、で入学した当初本当に自分から話しに行きたいんですけど全然行けなくて、なんか話したとしてもなんか相手がつまんなかったらどうしようかなとか、面白くないって思われたくないなって思ってなかなか行けなかったんですけど、その今仲良くしてくれてる子たちがお昼ご飯に誘ってくれて、そこからずっと一緒にいるんですけど、周りに恵まれているなっていうのをとても感じています。学校の行事とかに関われる学友会に入ろうと思いました。一番大きいのが聖徳祭です。聖徳祭はこの学友会が中心となって、どういう聖徳祭にしていくかっていうのを考えているので、この聖徳祭までの期間は本当に充実した日々になっています。後輩でも先輩たちに向かってその学校をより良くしようと意見を言えたり、その先輩たちも高圧的にならずにその受け入れてくれたり、そのすごく関係性はいいと思うので、学友会をやってみるのも一つの経験としてとてもいいんじゃないかなって思います。はい、子どもたちの成長を確実にサポートができるような特別支援学校の教師になりたいと思っています。特別支援教育コースは専門的なこともやるので、とても大変だったり難しいと思うんですけど、それでも毎日友人と協力しながら支え合いながら学ぶことができるので、ぜひ特別支援教育コースで一緒に学びましょう。